ども MK2 チャンネルミキです。今回ですね、またもや渋谷に来ております。今回はですね、乃木坂46加計遥香さんのパネル展やってるそうなので、渋谷で、3カ所かなやってると思うので、これから行っていきたいと思います。はい、それではスクランブル交差点を渡っていきたいと思います。ただいまの時間が、13時ですね。6月8日水曜日の13時です。相変わらず昼間から人多いですね。ちょうど日が差してきて、さっきまで曇りだったんで、撮影日和かなと思います。最後までお付き合いください。これが柱にあるのが加計遥香さんですよね。ここ見えますでしょうか。いいっすね。では入っていきたいと思います。ホームに降りた僕たちは、続きを話す気もなくなって、少し距離ができたまま、人混みに埋もれてしまいそうで、僕は謝ることより先に君と手と手をつないだ。どこか足りないジグソーパズル、そっと互いに埋め合うのが相手への思いやりとか優しさとか。はい、では渋谷スタヤさん、どうだったでしょうか。で次はですね、タワーレコード渋谷店さんに行っていきたいと思います。ただいまですね13時、46分でございます。やはり人は多いですね。タワーレコードはですね、反対の向かい側、ここから向かい側の、道路沿いにあるので、まずここの信号を渡りたいと思います。今日はね、曇っているのでね、なかなかちょっとブヨーンとしますね。渋谷はね、相変わらず活気があっていいですね。タワーレコードの加計遥香さんの展示はどんな感じなんですかね。楽しみですね。はい、ではもう少しで着きますね。タワーレコード渋谷店さん入っていきたいと思います。はい、ではこれからですね、HMVBOOKS 渋谷店さんに行って、パネル見てもらおうと思います。ですね、先ほどのタワーレコードどうだったでしょうか。次はどうなんでしょうか。
こはちょっとひんやりとして気持ちいいですね。ここまでですね。街は日差しのスクリーン、君と久しぶりのランデブー、ずっと会いたかったけど素直になれなかったんだ、先に連絡しちゃったら僕の負けみたいじゃないか。なんだってできそうな気がする、空に愛情の雲行き、もう少しで手が届きそう、早く気がつけばよかった。はい、では新宿駅に到着しました。カルさんがいますね。やばいですね。有名な飛び入る。こちらですね。します。はい、ではこちら着きました。では中に入っていきたいと思います。でも